はい、どうもこみです。本日はボブファミさんからお届けしてまいります。こちらつむぎ組さんのファミリークランですね。今日はですね、こちらからなんですけども、タウンホール14を見ていきたいなというふうに思ってまして、最近ですね、やっぱドラゴン対策で一時期シングルインフェルノにガンガン振られた環境が、まあ、徐々にこうマルチインフェルノにまた戻ってきてるような、まあ、印象を個人的には受けてるんですね。もしかしたら感じない方もいらっしゃるかもしれないですけども、僕はそんな風に思っていて、でこういった時にですね、結構刺さりやすい編成と刺さりにくい編成のそのトレンドがちょっと変わってきてるかなって気がするんです。で、まあ、僕なんかは結構ドラゴン使う方なんで、こういうマルチ環境っていうのはどっちかというとウェルカムだったりするんですけども、まあ、一方で、それが苦手とされている方もいらっしゃるんじゃないかというふうに思いますんで、今日はですね、そのマルチ環境で、あ、この方法めちゃくちゃいいなっていうアイデアをですね、発見したというか、まあ、改めて認識し直したっていうのかな、思ってるので、そこら辺もちょっと今日ね、お話ししていきたいというふうに思ってます。で、まずね、どんな進め方になるのかっていう話なんですけども、ヒロヤさんのこのアタック見てほしいと思います。ジャワンさんに対しての攻めですね、これ日本人の方で僕もよくご存知な方なんですけども、今日は防衛の方でちょっとね、リプレイ使わせてもらってます。手前にね、突撃が落とすんですね、ここ。バルーンでボムタワーにダメージ入れておいて、突撃艦の落下ダメージでボムタワー壊しながら、そこから突撃艦の中に入っているスパウィズを使っていく。シングルインフェルノがこのタウンホールのすぐ上、この部分にあったんですけども、タウンホールに対するチェーンと同時に、シングルインフェルノを壊してますね。で、まあ、この付近にあった、スケルトントラップも全部、引っ張りながら処理していく。で、バーバリアンキングにアイスゴーレム、さらにはゴーレムを添えて、中心部分のこのマルチインフェルノ、さらには投石儀ってところをヒーローで狙っていきます。さらにこれ、陸のウォーデンを使ってるんですね。で、ここがポイントです。僕ね、今まで、タウンホールは当然無理なんですけど、そこに当たらないにしても、中心部分にこうヒーローを入れていくのって結構怖かったんですよね。で、だいぶそこにこうグランドオーデンのトームを使って突っ込んでいくなんていうのは、まあ、ちょっと自分には無理かなと思って見てたんですけども、無理だった時期もあるんですよ。確かにシングルインフィールドなんかがこう、ね、中央に構えている場合にはちゃんとそこにフリーズを当てていったりとか、でトームをきちんとタイミングよく使っていきながら、さらにラバルもこう回していくとかね、まあ、ドラゴンを使っていくみたいなパターン、ドラゴンライダーなんか使われることが多いですかね、ラバルの代わりに、まあ、そんなような攻め方があったりするわけなんですけど、今回マルチインフェルノに環境が変わったことによって、ヒーローたちがマルチインフェルノとしか当たらない場合、要はシングルインフェルノが目の前にない場合ですね、に関しては相当ゴリゴリ押していけるなっていうのをね、感じてます。で今回このラバルでヒロヤさんやってますけども、ドラゴンライダーにこれを変えても割と同じような結果が得られるかというふうに思います。突撃艦からのヒーロー陸王伝型にして、まあラバルないしは、ドラゴンライダーですね。まあ、ドラゴンライダー使う場合には、あんまりこうね、ぐるっとこういう風にガッと回すような場合にはドラゴンライダーって効かないですね。この辺まで今回ロイヤルチャンピオンは削ってくれてますけども、それを見越して、こんな風にほぼ直線的にドラゴンライダーを展開していくっていう場合には使えるかもしれないですね。長い距離を歩かせるんであれば、爆弾とかね、そういう罠を回収できるラバハウンドを添えた、ラバル型の方が楽かもしれないです。もしかしたらですね。で、最終的にはインビジブルの呪文残しながら、クロークもこう残ってるんで、もう楽勝ですね。もう呪文は不要という形で、きっちり前回まで持っていくというナイスアタックになってます。これなんですね。マルチインフェルノに対するヒーローパワーの伸び。まあ、これはね、本当に目を見張るものがあるんで、ぜひね、使ってみてもらえたら、面白くなるんじゃないかなというふうに思います。今、ヒーローパートのこのスーサイドって言われるのは、やっぱりタウンホール14では結構強くって、ただそれに慣れてない方はすごくやりにくかったと思う、これまで。なんですけども、インフェルノのマルチが増えたことによって、これ結構やりやすくなっているので、今ですね、始めるにしては結構チャンスかもしれないです。っていうところで前僕もラバルの動画を上げたんですけども、まさにその状況ですよね、今。で、逆にじゃあシングルだったらどうすんのっていう場合ですね。それがこれです。突撃艦を、まあ、このタウンホールじゃない方にこう打っていってます。で、ここをまず落としていきますね。このヒーローたちがいる部分、マルチインフェルノがあるからなんかヒーローを通しやすいんじゃないのって思うんですけど、ここにこうシングルインフェルノが幅利かしてますんで、まあ、特にヒーローを突っ込ませるのは無理があるんですよね。なので、ここを突撃艦で落としながら援軍を追ってしまう。まあ、これは結構ですね、このボックス型と言われる、こういう形の配置で、タウンホールが
この部分、こういうところにあるようなやつですね、に対してはこのパターンというのは結構使われます。タンホールの反対側に突撃艦を当てていって援軍を釣りながら、まあ、その周辺をこう壊していく。でそこからヒーローをぐーっと入れていって残った部分をラバルで回していくという格好ですね。でシングルインフェルノが入ってきた場合っていうのはやっぱりちょっと難しくなりますし、ヒーローが伸びにくくなりますので、ここはラバルパートに、グランドオブで混ぜるという判断です。だからそこら辺がやっぱね変わってくるのかなと思うんですよね。マルチインフェルノ型なのか、それともシングルインフェルノ型なのか、まあ、村の特徴を見極めながらこういう場合のツーサイドの伸びをちょっと見比べてほしいんですけども、中央部分にまずこうヒーローが入ってきますね。ここにやっぱ呪文を伝えていかなきゃいけないんですよね。シングルインフェルノでしっかりとタイミングに計らってフリーズを打っていく。でこれもちょっと一瞬遅れましたね。キングが割と焼かれたと思います。でアイアンフィストを使っている時間がマックスギリギリ、これ持ったか持たないかぐらいで落ちちゃいますよね。でそこからアーチャークイーンがシングルを壊していくんですけども、さらにインビジブルをかけていく。だからこれぐらい難しいんですよ。シングルインフィルドに当たるっていうことは、今ラバルを回しながらインビジブルをかけるとか、もうこういうテクニックを使っていかなきゃいけない。でさらにこれタウンホールをラバルで取っていくとなると、こういうテクニックもいるんですね。ラバルにトームかけながらポイズン効果を抜けていく。その時にはヘイストなりレイジをかけていって、バルーンの移動速度、さらにはグランドウォーデンのポイズン効果からのこの脱出速度ですね、これを上げていきながら処理しなきゃいけないっていう、このね難易度は結構高いので、まあ見てもらって分かる通り、マルチ型なのかシングル型なのかで、村のそのインフェルノがですね、ヒーローパートだったりそれ以外の、パートの難易度がガクッと上がったり下がったり変わってきます。なのでマルチインフェルノって逆にね、バルーンたちはすごい怖いんですよ。天敵なんですよね。だけどヒーローにはすごい弱いから、ヒーローパートでこうアドバンテージが取れるような攻め方の練習するには、むしろ格好の今環境になってきてるかもしれないと思ってね、この動画を上げたというところです。まあ、とはいえレジェンドやり慣れてるヒロヤさんですからね、こういう村に関してはもうお手の物で取ってきますね。うまいなという感じがします。あ、じゃあね、最後に一本もう一回マルチを見ていきましょう。ハルトンさんのアタックですね。シングルがここにあるんですけども、突撃艦をここに入れていきます。入れていって、タウンホールとシングルインフェルノ、ここをダブルで押さえていきます。でそこからのヒーローパートですね、まあ、どんな風にヒーローパートを展開するかぜひ見ていてほしいんですが、まず突撃艦をタウンホール横に投げていって、援軍全部釣りながら突撃艦スパビズです。まあ援軍処理できればいいんですけど、まあそう簡単にさせてくれないことも多いですよね。でそれよりもしっかりタウンホールを壊すことの方が重要なので、タウンホールにしっかりとスパビズがアプローチするようにかけてます。インビジョブですね。でシングルインフェルノまで処理してくれたところで、ラバーハウンドたちをこちら側ですね、9時方向を釣っていって、アーチャークイーンで処理をしていきます。で、ここに見てほしいのは、ポイズンが2枚あるんですね。で、今回マルチインフェルノ、こことここにあります。これヒーローを突っ込んでいきたいんですけども、この部分にこう、ごっそりヒーローたちが、相手ヒーローがいるわけですよ。4名いますよね、これ。相当火力が高い。ので、ここにストライカーを当ててってもいいんですけど、マルチインフェルノがあるからそのストライカーすぐ焼かれちゃう。じゃあどうするかっていうと、あえてポイズン1枚積んでいくんですね。これスケルトンを積むとかいうよりもポイズンの方が確実です。マルチインフェルノがあるからスケルトンの効果って一瞬で溶けちゃうんですけど、でフリーズにしてもフリーズの効果って短いんですよね。復活した氷が溶けた時のアーチャークイーンやキングの仕事がものすごく、まあ、対ヒーローっていう意味では痛いので、そうではなくてしっかりポイズンをこうかけることによって、ここ相手のアーチャークイーンの攻撃速度を劇的に下げてますね。これロイヤルチャンピオンをこれで一回シールドを投げさせられる寸前でフリーズかけることによって、相手のバーバリアンキングの動きも呪くなってるんで、一瞬でキングがフィストを使って両ヒーロー潰してきましたよね。でこうなってくると真ん中のマルチインフェルノイーグル砲をロイヤルチャンピオンが落とすことができる。さらにここからアーチャークイーンがバルーンたちと合流していって2本のマルチインフェルノを折っていきます。この仕事見ていてほしいんですけども、アーチャークイーンここからユニコーンがやられますけども、クローク残した状態で中に入っていって1本目のマルチ、さらにはグランドゴーゼンを殴って2本目のマルチを折っていきます。これだから結局マルチインフェルノってヒーローにめちゃくちゃ弱いんですよね。もう
全く怖くないので、マルチインフェルノってヒーローからすると。なのでそこの弱点っていうのをヒーローパートでついていけるようになったこの今の環境っていうのは、まあ、スーサイドをやるには本当に適していると思うし、まあ、そういう村を見つけたらあのポイズンとかを積んで相手ヒーローをきっちりと抑制していきながらヒーローを伸ばすっていうテクニックをね、試してみる、まあ、で練習していくうちに上手くなってきたら、まあ、それ実践で使っていくっていう感じですね。あの、お試しいただけると結構幅が広がってくるんじゃないかと思います。まあ、僕もね、去年じゃねえば先月か、1月のレジェンドシーズン、ずっと、ラバルで回してたんですけども、やっぱり取れる村ってヒーローが伸ばしやすい、その、マルチインフェルノ型の村なんですよね。実は、あの、シングルインフェルノよりもですね。はい、なので、まあ、そこら辺っていうのをうまくこう使っていきながら、いい感じにね、ヒーローパートの練習、ないしはそれを実践で使うっていうね、ことができるようになってもらえたら、すごく嬉しいなというふうに思いますので、ぜひ参考にしてもらえたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日はマルチインフェルノに対するね、アタックに関してお話をさせていただきました。まあ、今回全部ラバルでしたけども、まあ、そこを冒頭言ったように、ドラゴンライターに変えてみるという形でも結構いけると思いますので、まあ、うまくですね、こう使い分けていきながら、自分に合ったヒーローパートとユニットの組み合わせ探しつつ楽しんでもらえたらというふうに思います。そして、僕のチャンネル、こんな形で、クラン対戦の解説の動画中心にやってます。タウンホール13、14、メインになっておりますけども、いいなと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。